はい、おはようございます。ストーリーでも挙げたように今日はジョイクロチャレンジ頑張っていこうと思います。とりあえず朝一、最近よく来てるけど魚は見えない池やってきました。とりあえずジョイクロじゃないけど回転から、フロッドアのジョイクロチャレンジの3本ですね。とりあえず回転でいけるところ流してみて、その後に尺腕入れてみようかな。寒いけど水はそんな冷たくないかな。なんか跳ねたね。ということはあの辺に魚がいる。単発か。これラインも高量なのか。マジか。もうちょっと火が出てからにしようか。なんか水の中の方があったかそうだな今日。まあでも来てるからちょっと尺腕投げようか。思ったより寒いのね。よいしょ。はい、きっと皆さんこれが見たいんでしょう。はい、尺腕投げていきましょう。さっきちょっと沖の方で跳ねてた何かいるんで、その辺尺腕で流して、ちょっと太陽出るまで待機かな。よいしょ。やっぱりコールダーラインが。角の方も探ってみようかな。僕はあの冬の朝まずめとかそんなに期待しない人なんですけど、ダメだ、ラインが凍る、ゴワゴワしてる。シャリシャリおるな。よいしょ。ちょっとね、この一帯の水を動かしてやって時間を空けよう。
水が絡むように。強めに巻いて、でとりあえず30分ぐらい開けようかな。氷を溶かさんといけんからな、一旦車戻って氷を溶かします。はい、じゃあちょっと時間あげてまたここ来ましょう。はい、じゃあちょっと待ってる間に前打ったところを次コンツアジグにキッカーバグ、ちょっとこの間よりコンパクトにシルエットを押さえて打っていこうと思います。まあ、日が出る前で入ってきてるやつが、車両に入ってきてるやつが、はい、ちょっと帰り打ってちょっと休憩しようかな。うん、とりあえずさっき水をかき回したところ、マグナム持ってもう一旦入りましょう。はい、最初ね尺腕投げてた奥の方マグナムでちょっと通してみて、ここはもう移動しようかな。一番先に日が当たると思ったんだけど、うん、そんなことなさそうなんで、まあちょっと今日の展開はこんな感じかな。尺腕で釣るというよりは尺腕で水を動かして、まあ反応する魚がいれば時間が経ってそこに入ってくると思うんで、ジョイクロの178かマグナムで寄ってきたやつを食わす感じ。また尺腕で壊すってなると多分なかなかいろいろな条件が重ならないとしんどいと思うから、多分マグナムを水面から30センチ下ぐらいで、まあ普通の速度でとりあえず巻く。ちょっと少しだけ潜らすぐらい、どうしようかな、動かし続けてみようか。コンクリ当たったかも。最悪です。なんか釣れてるし、なんだよこれ、なんでこんなピンポイントでこんなもん釣れんだよ。危ね、尻尾取れかけてる。ちょっとさっきより
速度落として巻いていきます。レンジもちょっと下げたいな。とりあえずウェイト張るか。日が出るまでは今日寒そうだな。どれぐらいかな、 2g ぐらいかな。追加して顎してね、ちょっと前傾姿勢になるように。はい、ちょっとじゃあさっきよりスローにレンジを気持ち下げて、多分沈むかな、こんだけ張ると。もう水深 1.5m ぐらいなんで、1m いかないぐらいのレンジを引いてくるイメージ。まあ、中層ですね。ダメか、どうしようかな。ちょっとちょい車で落としてみるか、サイズを。いや、もう池変えようか。はい、ちょっとじゃあ移動します。はい、移動してきました。とりあえず回転ボトムまで沈めて探っていこうと思います。ここもまだ日が当たってないですね。もうちょっと日が昇ってくれたら、日が当たる範囲が増えるからいいと思うんだけど、もう多分温度的にもガイドは凍らないと思います。大きい、おそらく一番深いのこの辺かな。一応ウエイトは増してるんですけど、どうだろう、ボトム引けたらいいかな。ボトムのちょい上とかもフラットじゃないからしんどいと思うんで、とりあえずゆっくり。ここ多分まあまあ水深あるんで、一番深いところにいるやつはトップ表層まで出てきてくれないと思うんで、どっちかと言ったらこっちの駆け上がりの方についてるやつを狙っていきたいですね。異常なし。ちょっとずつラインを変えていこうかな。やっぱ手前側は落ち葉が溜まってます。でもうちょっと日が昇ったらね、向こうのワンドとこっちのアウトレット側探っていけたらいいなと。ちょっと今日地味な日が続きそうですね。これといって喋ることもないまあ言うならば、最近ジョイクロチャレンジサボっててすいませんね。えジョイクロチャレンジメインで見てくれてる方もいると思うんで、まあブレずにやっていこうとは思うんですけど、それ以外にもね、多分ビッグベイトが気になる方もいると思うんで、6-4 ぐらいの割合でジョイクロチャレンジやっていこうと思います。回転で広く、まあ、テンポがいい方を探っていって、どうしようかな。ほんと、シャローに刺してくれてるのが、望ましいんだけど、今日日中の気温がま、十何度まで上がるみたいなんで、気温が上がり出したタイミングかな。まだ息白いんで、
それまでにちょっと、ちょっと水動かしとこうか。うん、やっぱり気温は上がってますね、さっきよりね。ガイドも凍ってないし。ダメだね。どうしようか。リップルクローか、マグナム。いやー、尺腕。尺腕にしようか。ちょっと尺腕広く投げてみて、ゆっくり。浮いてくるやついないと思うけど、まあ、ちょっと日が出てきたから。ワンチャンあるかなと思うんで、尺腕に変えてみます。はい。で、ちょっと手前の方からね、広く、尺腕通していってみます。ちょっとスローな展開で。もう、惰性で動かすぐらいで、行くんで、絵的には地味かもしれないんですけどね。ここ岩場なんで、日が当たれば。一番温まりやすいところかなと。でもこの池、あっちのシャローがね、一番に日が当たるんで、あっちのシャローもワンチャンありそうだな。おるな。あ、違うか。岩の影か。影か。焦るわ。もうちょっと日に登らんかな。向こう側のワンド行きたいな。うん。とりあえず、やっぱりこっちも同じように水動かすだけ動かして。移動だな、向こう側に。とりあえずこのぐらいで、こっちになんかいるっていう意識は持たせれたかな。もうちょっとやっとくか。まあ、他にね、釣りされてる方がいたら、こんなことはしちゃダメですよ。怒られますからね。尺腕バン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 。反対側行ってみようかな。こっちはこのぐらいでいいだろう。おそらくこっちに入ってこようとしている魚をちょっとは意識させられたんじゃないかな。ちゅうことで、反対側のシャローも入ってみようかな。はい、じゃあちょっとまたここも時間を空けて入り直します。はい、じゃあ日が当たる方、さっきの対岸ですね、ちょうどこっち。ちょっと178でスローに。まあそうよね、おらんよね。どうしようかな。もうちょっとウェイト張ったやつに変えようかな。カラーもちょっとフラッシングめの感じに変えます。はい、ちょっとカラーね、変えました。これ僕が2番目に好きなカラーですね。はい、このカラーいいねって思う方、高評価押してください。ジョイクローの楽しみ方の一つでもありますよね。こんだけいろんな色があるんで、自分が好きなカラーで釣りに行けるっていうのはね、ついついカラー違いで増えちゃうルアーですよね、ジョイクローって。どのカラーでもね、かっこいいんだよね。
見たら欲しくなる。ちょっとウェイト増やしてあるから、これはどうなってるんかな、ちょっと沈んじゃうんかな。あ、結構沈んじゃいますね。ここまで沈まんでもいいから、ちょっとウェイト減らそう。色はこれがいいから、この色でウェイトだけちょっと減らします。半分ぐらいにしようか、さっきの。多分これでちょっと行くぐらい。ああ、沈むんかよ。さっきよりはゆっくり沈むね。ちょっと多分ここ2メーターぐらいあると思うから、どうしよう、5秒ぐらい待って一定の速度で巻いてみますか。多分一番基本になるただ巻き、一番簡単で一番難しいかもしれないですよね。ただ巻くだけ。ダメか。ちょっとね、今年からたくさん釣っていこうと思います。どんどん釣っていきます。ちょっと去年より過激にいきます。アグレッシブにね。ダメやね。どうしよう、回転通してみようか。はい、じゃあ今通したところね、回転でもっと下のレンジ探っていきます。回転178って背中にヒートを入れる穴開いてるんですよ。知ってる方いますか？多分少ないでしょうね。これ背中に市販のヒートを打ち込んでセバリチューンできるんですよ。まあでもこれ YouTube でどなたか上げてましたよね。社長が解説してるの上がってたんですかね。ただヒートに直接フックをつけちゃうとヒート抜けたりするかもしれんから、ダブルフックを挟み込んでラインアイとワイヤーで接続する方法がいいかと思います。そう、市販でね、背中に2箇所ヒートンつけれるようになってるんですよ。とりあえず僕もヒートンだけはつけてるけど、背張りにはしてない。後でお見せしましょうね。あ、画像乗っけてきましょうか。はい、今日なんだろうな、なんか喋ることねえな。そう、最近0807のメタニウム MG が欲しい。あの有名な YouTuber の方が昨日ベアリング交換されてて、僕も昔使ってたんですけどちょっと壊れちゃったりで今はないんで、07欲しいなぁ、メタニウム欲しいなぁって。ダメなやつですねこれが。今年はタックルの入れ替えないと思います。ユートってすぐこれだからね。YouTube 見るから欲しくなるんだよな、人が使ってるものが。07メタ欲しいな。もう中古で1万円切ってますかね。8000円とかで買えるんかな。買ったところで何に使うのっていう話だけどね。とりあえず07メタか08の DC、 メタ DC に GPI のカーボンハンドル組んで使いたい。ただそれだけ。その形で持っておきたい。ただそれだけ。これに使うとか、あれに使うとかじゃない。
でも使えるならどんどん使っていきたいですよね。08の DC だったら F5 の 70DG に乗っけて148、14か16か巻いて148専用タックル作ってもいいな。今12アンダレスなんですけどね、ちょっとジョイクロやるにはあのアンタレス違うかなって感じだし、148、128ならギア比6ぐらいでも使いやすそうだしな。え、DC7 もあるんか。いやでも7は別になくてもいいよね。もう新品で選べないから中古で出てきたのになるからね。6も7もそんな変わらんだろ。人間側で操作してやれば1回の巻き取り10センチ、1回ぐらい巻けばいいんでしょう。よくわからんけど、そういう難しいことは。うわー、ずれる。はい、じゃあちょっと今通したところ尺は投げてみようかな。こっちも一緒ね、水動かす感じ。イメージは水をかきます。スクリューベイト、回転でもできるんですけど、それとはまた違う一定じゃない波動を周辺に飛ばしたい。ビッグベイト、着水音ですらね、アピールポイントの一つなんでね。もう殺しきっても音は出ちゃうから、どうやっても使えるものは全部使いましょう。はい、ちょっと顎下シンカー張って姿勢が安定するように、まあ沈みはしないぐらいで。スローに水面直下、シャローのボトムにタウぐらいまで飛ばして、ゆっくりゆっくり浮いてこさす。ちょっと今回は長そうだな。ヒデさん、喋ってないところ全部飛ばしてくださいね。釣りしてる、真面目に釣りしてるのはちょっと流さないようにお願いします。なんかそんな真面目なキャラだとは思われたくない。いや、まあいいか、何でもいいか。そこはダメですね。よいしょ。サスペンドか、これ 1g 張ったぐらいで。あ、超スローフローティングね。もっと沖の方も水を動かしておこうか。よいしょ。あ、筋トレせんいけんな、これ。はい。ちょっと、向こうもちょっと日が当たってほしいな。ちょっとポイント変えます。はい、さっきあっち見ました。この木の向こう側に行ったんで、ちょっとこっち側歩いてきて。こっち側のボタムに、そこの土の崩れて落ちてるから、ちょっと大きい。でもここ、何度かバス見てるところなんで、やってみます。ちょっとクラッシュナインとかゴーストとか欲しいですよね。ヒデさんクラッシュナイン持ってたな。チャンネル登録1000人までにジョイクロチャレンジ達成しなかったら K9 もらおうかな。俺がいいな。ちょっとなんかブルシューターがもらえないだけだったら、なんかヒデさん頑張りそうにないから、達成できなかったらブルシューターは視聴者プレゼント、そしてヒデさんの K9 をプチトビが奪う。面白いな。3回ぐらい使ったら返すけど、なんかね、オリジナル買えないからって中国の偽物とかには手を出したくないっすよね。意外といいじゃんってなったらね、 K9 の価値ってどうなんてなるし、なんか
そういうの誘発する側にもなりたくないですもんね。パクリ品、実はいいじゃんみたいな。ね、メーカー側にも失礼だと思うし。個人で使う分はいいけど、僕はそういうのを発信したくないかな。ね、ちゃんとメーカーの方考えて作ってるんで、ジョイクロの半額でジョイクロフルアーが2個買えるとか、いや、ジョイクロ1個買えやって思うし、何今メタル、何レベル5ブースとか、偽物とか、レベル5の偽物まであるんですね。いや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 、僕はそういうのはちょっとあんま進めたくない人ですよね。その何パクリ、ブランドとして成り立ってるルアーを何真似して作って安く売って数売って儲けてやろうっていう魂胆はちょっと気に入らんすね。かといってプレネで買うかって言われたらプレネでも買いたくないからねえ。ヒデさんどうやって買ったんだろう。とりあえずゴースちょっと使ってみたいっすよね。定価とかよくわからんけどね、あれら。タイニークラッシュはね、ちょっと知り合い持ってるの一回使わせてもらったんですけど、別にあのサイズ感はいいかなって感じだったし、なんか、クラッシュ9とゴーストはものすごく気になる。だからね、皆さん安いからって、ね、なんか、パクリ商品みたいなの、ダメですよ、買っちゃ。ね、もともとはメーカーの方しっかり考えて作ってるんですからね。じゃあ、今いいこと言ったと思う人、高評価、お願いしまーす。あー、ダメだね。ダメっすね。どうしようかな。こっちも、荒らしちゃったしな。で最初のところ日が当たってきたからな、そろそろ。よし。最初のところ、マグナム持って行ってみましょう。で、ダメだったら、もう今日やめよう。移動や、移動。移動するかやめるか考えよう。はい。朝一尺腕投げてたところ、戻ってきました。とりあえず同じように。朝一じゃねえな。尺腕どうしたの？あま来てすっか。同じように同じラインを通していくんですが、ちょっとねマグナムにサイズを落としてスローに、かつちょっと止める時間も長くやってみようと思います。シャローの際の方からね、ちょっとずつ大きに、まあ、だんだん深くなるんで、レンジを下げていってもいいかもしれない。マグナムでダメだったら、どうしようかな。178入れてみようか。いろんな方向から通したいし、ちょっとこの先もいいポイントがあったんで、そこ張り出してる岩、急にストンと落ちてるんで、そうだな。この影にいるかもしれんよな。可能性は少ないけど。なんで岩の角に顎を乗っけてステイさせる。でちょっと30秒ぐらい置いてみようか。はい、早送り。なんもこんすね。はい、すみません。ここら辺もね、切り立った感じなんでね、ストンって落ちてるし、見えるかな、タイヤがあるね、向こう側もまたストンって落ちてるんですよ。はい、出てこない。はい、お疲れ様です。